はい、こんにちは。まやチャンネル、まやはらです。はい、今日はこちらですね。うん。妖怪ウォッチの妖怪メダルドリーム。天国地獄回せドリームルルトです。はい、2016年7月16日発売の妖怪メダルドリームをワンボックス購入しました。はい。私はちょっとね、会社のお仕事中だったので、はい、買いに私が行けなくて、えしんくんと奥さんに買ってきてもらいましたね。はい。はい。はい、パッケージはこのような感じになっております。はい、ワールドホビーフェアで配られた試供品とほぼほぼ一緒かな、うん、パッケージにはですね1枚の、妖怪メダルが入っております。はい、今回ね YC チップが入ってるのでちょっと値上がりしてますね。はい、はい、今回の妖怪メダルドリームは全20種類でクリアフレームホロメダルが1種類、はいはい、ソリッドフレームホロメダルが8種類、はい、ノーマルメダルが11種類ということですね。はい、ちなみにワールドホビーフェアの試供品でもらったメダルは6つかな、はい、ありますので、まあ、それ以外が出るといいですね。うん、はい、では全部開けていきましょう。はい、記念すべき1パック目。はい、お、これは雲海鏡かな。雲海鏡2パック目。満を持し、満を持しだね。3パック目。はい、お、土の子のホロだ。お、よかった、ホロ出た。来たホロ。はい、4パック目。うん、長花、5パック目。バクロバー、バクロバーだ。この前バクロバーあったから食べちゃったね。あ、試供品で出てたからね。うん、6パック目。長花ダブりました。あら、7パック目。ノガパ、ノガパ、またこの前ね試供品でありました。8パック目。お、カッパ、カッパ、これは持ってないね。うん、ないないない。よしよし、9パック目。おー、来た。おー、ジモニョン、クリアフレーム、クリアフレームのホロだね。うん、おー、よかった。すごい。10パック目。お、コマさん、コマさん、ダブ、コマさんは実はね、ダブリなんでね、うん、これだよね、はい、これ出てたから。11パック目。あ、魔王獅子、魔王獅子またダブった。12パック目。お、メラメラ4、これは初めて。はい、よかった。ノーマルなんだな。ノーマルだね。13パック目。お、吹雪姫、吹雪姫ホロ、やったやった。14パック目。あー、メラメ、メラメライオン。15パック目。運河鏡、あー、16パック目。ワルニャン、ワルニャンもね、これは実はダブリですね。はい、17パック目。お、生ハゲ、生ハゲホロ、また出ました。よかった。18パック目。カッパー、カッパー、またかぶり。19パック目。お、キュービー、やった、いいね。最後の20パック目いきます。20パック目。お、あー、生ハゲかぶり。はい、今回出た、メダルを見ていきましょう。はい、まずはカッパと雲海鏡ですね。はい、ノーマルですけどラメが入ってますね。はい、はい、次に満王獅子とメラメライオンですね。はい、はい、勇ましは赤なんだね、うん、メダルがね。そしてノーマル最後が長花ですね。そしてここからがホロで、ツチノコと生ハゲです。ホロメダルはちょっとキラキラしてるね。うん、そしてキュービと吹雪姫です。はい、キュービかっこいいよね、これね。そうだよね、いい感じですね。そして最後にクリアフレームのジバニャンです。はい、はい、これは出てよかったね。よかったよ、本当に。こんな感じ、ちょっとこの辺 YC チップ線が見えるでしょ。うん、これこれがいいよね。これが YC チップですね、多分ね。こう、はい、裏側に全体で入ってるんだからね。これすごいよ ね、 ね、初めて見れました。初めて見たはい、ということで今まで持ってるメダルをこうやって並べてみました。はい、全部で15種類になりましたね。はい、なんであと5種類でした。惜しかったね。惜しかった、うん、これだけちょっとダブりましたけれども、うん、また次回チャレンジしたいと思います。あの妖怪ウォッチドリームが出るまでにできれば集めちゃいたい気はしますね。確かに、ね、コンプしたよね。そうだよね。はい、ということで今回は妖怪ウォッチの妖怪メダルドリーム01天国地獄回せドリームルルトでした。はい、ということでびっくりした、いきなり01っていうからさびっくりしましたけれども、今日の動画が面白かったなとか楽しかったなと思った方はぜひ高評価ボタンお願いします。はい、そしてチャンネル登録をしていただくと YouTube のチャンネル登録の一覧にマイチャンネルが出てくるようになりますので、ぜひチャンネル登録もお願いします。お願いします。そしてコメントもいただけると大変嬉しいですね。嬉しいですね。それとマイチャンネルでは Twitter、Facebook ページ、Instagram もやってますので、
ぜひそちらのフォローもお願いします。はい、お願いします。はい、はい、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。